チッス誰も知らない狩人ことイカレタコスケです。本日はこちら、この海の底のクラシックモンスター5体大連続討伐資料ということで、普段実は私あんまやんないんだよね。調査とかやってると勝手に溜まっちゃうし、 MR ね、金冠もそんな狙ったことがないんですが、まあでも昨今たくさんクエスト出てきて MR が欲しい人もいるかなということで、ちょっとねお手軽に倒せる装備をねご紹介したい。ただしまだ未実践、ちょっと火力がどれぐらいなものかわかんないですけど、とりあえず敵はねほとんど毒が効く敵なんですが、爆破も効くんで爆破も持っていこうと思います。クロムトライデント3、達人の護石4で、ウルグマフラー、アーティアメイル、ブラキコイル、アストラタイツアルファ、まあ、これちょっと装備適当ですけどね、だいぶ適当ですけどねだいぶ適当なんですけども、まあまあ気にせずといったとこです。とりあえず最低限の火力を見切り爆破でゲットし、体力増強、早食いをつけ、弱点特攻をつけ、属性解放をつけ、属性解放の弾を1個だけ使ってるかもしれませんけど、まあ似たようなスキルがついてれば問題ないかなといったとこです。この中で必要なのは火力面と、それから属性解放、そして乗り名人と飛燕支柱に勝つといったところでしょうか。まあそして猫には毒も出せるんでね、これで体力の低い5匹を爆破と毒でバッカバッカと倒していくというね。待てよ、これ虫何にしたっけ、虫何にしたっけまあいいか、とりあえずやってみようぜ。大連続狩猟で俺初めてじゃないと思うんですけど、だいぶ久しぶりですね。どこにいんだろうモンスター、まずそこからなのかお前はちょっとまあちょっとまあ今はな、この現代社会の必殺奥義このライドがありますからね。これですか、じゃあお願いしますよ。もう出てきたやつと最初から初っ端から戦っていこうと思います。トゥ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 ーラ、どこにいるんですか、男には自分の世界がある、例えるならパオルム、他にはどこにいる、いましたというわけでやっていこう。まあまあまあなんかね、そんなまあ強い敵がいるわけじゃないから、まあ、ジオガがまあ一応いるけどね、とりあえずぶつけ、まあぶつけもまあどっちでもいい、あまあまああった方がいいか。ドン、私総中棍そんな使えませんからね、それはちょっと念頭に入れていただき、気軽に簡単にやれたらいいな攻略といったところでしょうか。ドゥドゥドゥ、もうこれだけでいい、これだけでいいです。そうメインとなるのは、あ何？メインとなるのはこの乗り、操縦棍は乗った後背中をゴロゴロすることによって、まあサクサクとダメージを与えることができる。当然この間も爆破ダメージは蓄積されていくということですね。そしてアーディアにより会心が出て、さらになんでちょっとお前なんでダウンしないんだよ、おかしくねえか、おかしくねえか、なんでダウンしないんだお前は、なんでダウンしないんですか、サクッとダウンしてくださいよちょっと操縦痕がだいぶだいぶ久々感がありますね。ほらもうとにかくね5匹いるってことはあれなんですよ、こいつは全員倒すたびに、えい倒すたびにあの乗り地とか毒地とかそういったものがリセットされるってことなんですよ。つまりもうこうしてるだけでお前は爆発と毒地がたまり、あっという間にあの世に行ってくれないと俺が困ってしまうというわけですよ。あらちょっこいしょ、あらよっこいしょ、まあ、これこの時もまあ乗り地を貯めてもいいんですけど、まあ乗り地のダメージね、爆破はまあ強いけど威力的にはね、ダメージ的にはそうでもないですからね。切れ味の上ヒレ、素晴らしいアイテムだ。いやー、猫お前それ持ってきたのか
おもちゃをね持ってきたんだね。パオルムみたいな、タオルムみたいな色したおもちゃを持ってきたんですね。ほらほら、まあでもパオルム思ったより乗れないな。もっとバンバン乗れるかと思ったんですけど、思ったより乗れないですね。まあ逃がしたくないよね。そうね、もう逃がしてますけどね。逃がしたくない、うん、逃がしたくないな。特にこのパオルムとかはな。ライドゴール便利だな、迷子マンにとっちゃよ。こうでもまあここ3号に関して言えばこれ遠回りされちゃう可能性があるんだよな。おっと、 あそこにプケプケ足がいる。浮気していくか。いやー、ここは一途に一途にパオルムといっとこでしょうか。そろ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 倒れない、倒れない。だ体力な、なんぼ体力3分の1、3分の1とかじゃないけど半分ぐらいなんじゃないですか。え、あら、乗っちゃいました。すごい300ダメージ。お、猫ちゃん毒を頑張って当ててください。頑張って、あ、300、300で出てるから、これ多分他の周りの雑魚に効いてるんですね。そして倒れたところに、まあ、ここはでも、まあ、通常攻撃をね入れていった方がいいんだろうな。ノリを貯めたい気もするけどな。あら、1匹目が終了。体力か、いいか。今回は特別に、特別に剥がないでいきます。まあ素材、まあ素材欲しい人はね当然剥いだ方がいいと思いますけど。さあ行こう、プケプケちゃん。お前は爆破にちょっと強い、毒に弱いけど爆破にちょっと強いんだよな確かな。他はこっからもうずっと確かね、神王釜で毒に弱いんですよ。毒3、爆破2なんですよ。お、レイギエナさんもいますね。イカゼン、イカゼンぞ、やらせません、やらせはしませんよ。まあ青になっちゃったけど、まあ上皮であるからね、上皮であるんでね、もう全然フィニッシュとか関係なく、ただただ無心に転がり続ける。ちょっと一応まあ倒れてると殴りたくなるな。おいおい、これどうやったら火力出るんですかね。なんかあの飛燕斬りっていうのがあった気がしますけどね、どうやり方も忘れちゃいましたね。飛燕斬りのね、基本的にあの飛んで乗るが私の操中魂の使い方なもので。お、残念、私はね、私は窮地に窮地に一生を持っているんですよ。当たんねえよおい。なんぼ、多分5、6000とかじゃないの体力。これじゃちょっとの たまる前に、ノリがたまる前に切らせてもらおうか。じゃ傷つけがな基本的にな、ちょっと時間かかる感じあるよね、操中痕はね。そうするとやっぱ爆破と毒に頼りたくなるな、ダメージ無視のな。私は傷つけが狙うのがね、なんて数が多いでしょ、あの装備があんま使えないじゃないですか。ここでここで傷つけていくか。だからね、敵の隙を見て傷つけるっていうのが苦手なんですよ。そうするとどうしても、はい、傷ついた、もう分かんないから、あのマルチにあるさ、傷をつけましたっていうのさ出してほしいもん、ソロでも。おいおい、今瞬間移動しなかったか、お前の尻尾は。危ない、あれ、こいつ尻尾も赤なの。はい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 、これでこれでも爆破狙っていけるか、バンバン。こっちでも爆破狙っていけるか。やらせん、くそー、バッチーモロに当たっちまった、バッチーモロに当たっちまったよ。お前の汚物によくも許さんぞ、上から下から。大きいモンスターと戦ってたから忘れてますね、小さいモンスターと戦ってた時のやり方を。どうやって戦ったんだっけ。
最初の頃はむしろよく戦った。お、逃がさんぞ。逃がさんぞ。そして俺はアイテムもケチるぞ。アイテムもケチっていく。次はレイギエナですかね。どこよ。あれ？こういう時はここにチェックを入れよう。さあ行くよ。まあ、この辺りからだんだん敵強くなってくるから気をつけないといけませんな。これレイギエナの痕跡だ。レイギアさん、まあね、火力とか揃ってるんだったら別にこれこの装備にする必要ないと思いますけどね。まあもしまあどのモンスターも戦い方がまだ不慣れだったりした場合はね、この辺の武器作りやすいんでぜひ使ってみていただきたいわ。まあ体力が少ないやつにはバグ波毒、もうこれ常識、もうこれが私の中の常識。せっかくだから使うか、天身の装いな。はいー、はいー、どこに傷つけるべきだね。尻尾か、やっぱり。これで頭じゃなかったっけ。ちょっと違うよ、尻尾だよ。はいー、もう乗った時のね、乗った時のどうなってんの、どうなってんすか。あ、エキス、あ、やべ、いろいろ忘れてる。そう、領中強化も忘れてるし、領中強化を忘れている。どこだ、どこだ、どこです。なんでピョってんの俺は、わけわからんわ。よし行こうか。おい、降りてこいよ、降りてこいよ。はいはい、降りてきてくださいよ。ならば私も飛ぶまで行くぞ。貴様飛ばせんということだ。貴様、ほら、どうした、爆破が貴様を襲うぞ。ん、圧倒的爆破が貴様を襲い、そして私自体が爆弾となることだ。せっかく尻尾に傷をつけたから尻尾の方に行きましょう。ピボーンって今スマホが鳴りました。気にせず、尻尾の方行けないんだけど、尻尾行かせて、尻尾行けない。尻尾せっかく傷つけたのに、おい、尻尾に行けないじゃないか。なんで寝たの？あ、ガチャブーか。久々に通常モンストやると、いろんな懐かしい発見がありますね。やだ、ポン。あらー、いやー、いいダメージ。この頃のね、モンスターはなんかあんまり、総中棍でしてやられる感じのモンスターいなかったよね。そう、ワールドの時とかすげえお世話になったもん、勝てないやつとか。今回というか、のアイスボーンになってからだよな、めっちゃ強くなってきたの。おおお、戦ってくれるんですか。じゃあ私はね、横取りさせていただこうか。ほら、お前たちよな、お前たちよな一刀両断にしてしまう。さあ行くぞ、モンスターハンターライダーズだ。俺のオトモンはレイギエーナ。俺、オトモンの頭を執拗に攻撃していますが、これはこうすることによって攻撃力がワンランク上がります。さあ、レイギエーナは終了か。じゃあ次のオトモンゲットだぜ。レイギエーナ弱っちゃったからな。次のオトモンゲットだぜ。さて、お前はどのような技を持っているのかな。どんな技を持っているんです。お前はどのような技を私に見せてくれるんですか。残念ながら
さあ、俺を乗せてくれ。アバタ君だ。おい、元ネタ？あ、まだガジャブいるんだ。ガジャブすごいね、継続攻撃。お、体全身まんべんなく攻撃していますね。全身まんべんなく攻撃していますが、そうじゃないですよ。そうじゃないよ。傷つけられてなくない？いいか。関係ね。いった。あ、でもこいつは竜属性のね、攻撃してくるから攻撃を下げられちゃうんだな。でもまあ爆破属性には関係ね。関係ねえんですわ。ノリと竜属性にはね関係ないんだな。ああ、翼なきモンスターよ。翼なきモンスターよ。ペチン。じゃあさすがにちょっと狙いにくいな。まあ上にいるとね、大体の攻撃ね当たんないからね、安全ですけどね。待てって、待てって。お、いいもの発見だ。知ってるか、この壁にくっつき三角飛び。この壁にくっつき、あー、ちょっと待って、ロケットのように発射した。よくわかんない、くっつき方わかんない。こうだ。おらー、イエーイ、ナイス三角飛び。うん、高さ取れるんでね、あの速攻で高さが取れるようになれるとね、悪くないですよ。うん、強いですよ。素晴らしい。壁から攻撃したら火力上がるスキルとか欲しいよね。さあ、どっかに傷をつけたいところ。こいつも全身ぐるぐるゴロゴロアタックの方がなんかダメージ与えやすそうだもんな。おとなしくなったな。どうした？ん？ガジャブがドッグフードでも投げてくれたか。ドッグフードを私が食べてしまいましたかね。おら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 。あ、やべやべ、またいろいろ忘れてる。これとこれ、どこ行った？あー、これもらったよ。超激しいな、激しいな。こう激しいとね狙いにくいんで、この苦手なモンスターの時だけ罠を使うというのもまたね一興かもしれませんね。捕らえろって話なんですけどね。イヤッホー、イヤッホー、やっほー。え？あ？あ、生きてた、生きてた。びっくりした。おー、びっくりした。見ろよ、この顔。死んでるんだぜってなるとこだったわ、今。やべやべ、逃がしちゃった。早いな、あいつ。とんでもねえ速さだ。さすが。瞬足を生えてるだけのことはある。待ってくださいよ、本当はボマーとかもいろいろ、鬼人やグレート使い分けてたね。ボマーとか、まあ、タル爆弾とかね、うまく使っていけばもっと早いんでしょうけど、私は最近ね、あのもうジンオーガーを、鳴神ジンオーガーをさ、もうひたすらいろんな装備で回してたらね、もうね、周回系は疲れたよ。だから、もう脳死で回れる装備を紹介していくよ、俺はもう。ほら、脳死マンだ。俺は脳死マンです。どれぐらい脳死かというと、もう捕獲を、速さのために捕獲をしないぐらい脳死マンです。ほら、どうしたんです、ん、どうしたんです、どうしたんです。こいつ思ったより爆破してないのかな。なんかあんまり速くないね。レイギエナ早かったもんな。死んじまうぞ、死んじまうぞ。あ、もう弱ってんのは弱ってんですね。さあ、回復薬を、回復薬を使わずにね、そして足腰も使わずに。おお、俺は現代一個だ。いや、今の現代一個は逆に節約するのか。
そう、一昔の前の現代っ子だ。すぐにタクシーを呼ぶぜ。自分の足じゃ歩かねえぜ。おじんヨガも来てますね。これうまくね、ジンヨガの方に行ってくれりゃ移動が省けて楽なんだけど、全然違うとこにいんな。もう完全に留学している隣のクラスの、あの、友達の友達の友達ぐらいの、おいおい、行ってくれよ、タクシー。おどこのタクシーですかね。目的地を、目的地に、目的地に行こうとしてんのに迂回してわざわざ指摘されないと、遠回りしていくというね。そうなんだよ。タクシーのうんちゃんはね、何回も乗って仲良くなるとね、ほんとサクサク行ってくれるんですけどね。一元さんだとたまにね、ほんと迂回されるからね。俺もうひどい目にあった昔。さあ、まあ、タクシーが全てが全てそうとは言いませんけども。さあ、行くぞ。どこ行ったんだ、あいつ。寝てますね。罠、使うと思ったかい？使いません。すげえ吹っ飛んだ。すげえ吹っ飛んだな。大丈夫か。遊び半分の気持ちでやったことを申し訳なく思う。おらあ、まあまあ、そうね。操縦棍で言えばこいつが一番戦いにくいかな。狙いにくいしね。楽に戦うというのであれば、地上戦を繰り広げられる人であれば、別に難しいことはないと思いますけど、空中戦で俺みたいに楽をしようという人は、一番こいつがめんどくさいかもね。あ、そうだね。もう一個テクニック忘れてたわ。たくさん敵が複数いる時の。お供のね、お供のさ、技って、これ、こうやって、ショートカットに入れられるんですよ。で、お供の痺れはなるでしょ。あれがあれば、自分の好きなタイミングで、痺れ罠を置けるから、あのね、お供がね、自動で置いてくれる痺れ罠と、てか痺れ罠っていうか、お供道具と、指示して、使えるお供道具はね、リキャストが別なんで、まあ、同時には確か置けなかった気がするけど、で今置いて、さっき自動で置いたばっかだけど、じゃあ、もう一回、お、ちょっと待って、待って、うんちゃん。違うんだよ、それ。俺が行こうとしてた子じゃないんで、そこは。ちょっと、うんちゃん！おい、あいつ、下ろして行きやがった。下ろして、そしてどっか行きやがったぞ。あ、帰ってきた。これ初乗り取るんですか？これ初乗り取るんですか？なんで、お供のしびれ罠をうまく使えば、面倒がなくていいっすね。いちいち帰んなくていいから。5匹だからね、ギリというか足りないもんね。捕獲だとね。ちょっとお供のしびれ罠使ってみてください。ちょっとね、使ってくれなかったり、タイミングによってはやっぱ、無理な時もあるんだけど、まあ、単純に節約になるしね。キャンプ帰るのやっぱめんどくさいしね。おい、頭がもう入ってんぞ。貴様、行って。ちょ、違う。お前はもう散々戦ったんだ。もう戦いたくないわ。もう散々お前と戦ったんだよ、鳴神で。あ、腕じゃない。はい、こいつはまあ割と硬いところが硬いんで、楽するにしても最初に総意でね、いっぱい傷つけておきたいところですね。ドン、尻尾いきたいな。尻尾やっときたい。
ないよね、操中棍ってね、一発傷つけあったっけ、空中からとかで。忘れてしまいましたか。お待ちなさい。まあこれは便利なんですけどね、これもね、狙われないから。赤いエキスをくれ、赤いエキスをくれ、イエーイ。お前の背中は転がりやすそうだな。爆破もまあ爆破もそこそこだけどさ。あひょおいしょおいしょ、いえはは、いえ、いやー気持ちがいい。だから思ったほどボンボンは爆発しなかったな。なんかもっとなんか花火みてえに、汚れ花火みてえになってあっという間に倒せるかと思ったけど、思ったほどは爆発してくれなかったですね。強靭研磨つけてくれよかったな。匠をつけてきてしまったんで、まあ、強靭研磨ね、弾がある人はつけてみるといいかもしれない。割と頻繁に削りますわ。いたー。何も、私何も狙ってないですからね。だからこういうことになる。痛い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 、死んでしまう死んでしまう。さすが、さすがは神妖画といったところ、その火力たるや。散々鳴神でお前ワンパンしやがって、許さんぞお前は。こういう時はもう虫に頼るわ。虫当ててくわ。ああ、どうだ虫は、すげえ痛えだろ。70とか入るぞ。ああ、どうなんだ、100とか入るぞ。強えな。なんでなんでこんな強いの。強すぎでは。まあ最大強化のクワガタムシ、これすごいぞ。なんでこのダメージ入んの、強くない。ワンちゃんも乗ってるぐらいの火力出てますよ。あー、カウンターです。鼻先を、鼻先をよ。おら、どう今のを外すのかお前。ちょっと待ってください。竜騎士好き。おお、一緒に竜騎士好きですね。あらよっ、あらよっ。いや、あーでもこっちの方が爆破狙うんだったらありか。ちょっとでも危ないな。あ、位置が悪かったな。落語をしようとしすぎてしまいましたね。まさか死ぬとは思わんかったわ。鬼人やクーグレイト、遠くねえか。そうだよ、ここ死ぬと遠いんだね。なるべく死ぬのはやめましょう。耐性を見てなかったけど、雷耐性マイナス3か。調整して雷耐性とかつけてもいいのかな。神妖がやっぱ若干この中では強いですね、他のやつと比べるとね。5匹だし、まあ、5等分の花嫁の1匹みたいなもんだから、まあ、そんなね、均等な感じで戦えるだろうと思ってたけど、やっぱりこいつは別格でしたわ。待ってください。待ってください。やはり貴様が一番のは問題だったが、だがよ、どうだ、このかっこいい空中戦は。どうだ。お、ね、寝た、寝ないのか。そうか。いやー、お前ちょっと近づかせてくださいよ。接近禁止命令ですか。どこ行くんだよ、どこ行くんだよ。待ってくださいよ。あ、てか神王がとここで戦ったことないかも俺。こんなところ危ないところあいつは通ってくの、こんなところ通学路としてるの。どこ行った。おい、一瞬で見逃して、見落としたぞ。こっちいましたね。スライディングノリノリ。残念、いて
死ぬってお前、死んじゃう死んじゃう、お死んじゃうよお前、本当にやめて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 、お前だけ別格だぞ、ダメージが。おお怖え、やめてください。おい回復アイテムどこ、回復アイテムなくない、使ったのかそらないわこんな時のための早食いですから、やっぱ早食いの見せ場をね、見せるためにこういったピンチをね、やっぱ演じておかんといかんですわ。うるしい、どうしたどうした、地上からスライディングからでも乗れるぞ。やっぱまあこいつは割としっかり狙っていかないと時間かかっちゃうね。適当にぶった切ってるだけでは倒しきれない感じありますね。弱ったんではないですか、弱ったんですね、言ってあれ、弱ったんではないんですか、そうですか、罠もないんですよね、ありましたね。じゃあさよなら神王が君、イエーイ、お疲れです。というわけでまあグダグダでしたけど、まあダラダラっとねもう周回に疲れた人がさらに周回をするための MR 稼ぎにもいいらしいんでね、ちょっとこの爆破操中痕、まあ作りやすいというのがね一番の良き点ですよ。29分、思ったよりちょっとかかって、ちょっと適当すぎたか。あ、でも宝玉ゲット、あ、宝玉か、しょっぺーな。あ、でもハンターランク上がるね、ハンターランクが上がるね、マスターランク上がった、お、すごいね、金冠神王がとプケプケヤシだって、やったぜ、ハンターランクグイグイ上がったな。そう、あの PC 版やって分かったけど、マスターランクに行ってもハンターランクが足りなくて受けられない回のクエストって実は結構あるんだよね。というわけでね、だらっとした狩りにお付き合いいただきありがとうございました。それではまあ何か武器に困ったりしたら使ってみてください。クロムトライデントとウルグマフラーアーティアシリーズでした。このアストラタイツは別に何でもいいと思います。このブラキとね、これもうブラキコイルはもう爆破属性強化だけのためにつけてますからね。ほんでは。